おはようございます。ニンテンドースイッチ版天水の桜姫パート1回目。最初続き。ちょっと音ちっちゃいなぁ。あげるか。こんぐらいでどうでしょう。いい感じじゃない？これで。発売されたのが何年前かな。何年前か覚えてないけど、当時すごいブームらしきブームも来てたしで、もうゲームそんなやらん人でも知ってるぐらいの感じやったんじゃないやろうか。稲作をして、その自分の作ったお米で強くなると。斬新っちゃ斬新当時言われたんやけど、似たようなやと何があるやろうね。ただまあ作物を作って自分を強化するっていうのは結構あるっちゃあるんやけど、稲作っていう、こう稲をこう田んぼ1ヘクタール1ヘクタール、まあ何ヘクタールか知らんけど、俺はね自分で耕すっていう、そのプロセスそなかなたかたち、いかようにしてここまでたどり見られへん着いのかもたしれんか。し、自分でもできんのかもしれん。気づいたら招成長かしてれる。ざる客よ、その橋渡らば二度と帰ることはかなわぬぞ。丸かされる？丸かれざる引き客よ。返せ、ちょっと違うな。引き返せ。フルボイスか。引き返せ、引き返せ。そこから先は頂の世、いわば神の世じゃ。人の身で踏み入って良いところではない。ない、入ってくるぜ。ない、やおめい、やめ引き返せと申しておるに。やめ、なんかあんまり来てほしくなさそうだね。ようやく見つけたぜ。ようやく見つけた。こっこの山にこんな大層な橋があったとは知らなかった。年貢の納め時だ。今度は逃がさねえぞ、カツラ。カツラ。石丸、何故そうまでして我らを。抜けたてめえには分からねえだろうが、俺たちだってギリギリなんだ。抜けたてめえ。そこかなんかガキどもを見過ごすわけにはいかねえし、ああ裏切り者のてめえも殺す以外考えられねえ。もともと大悪党、窃盗団かなんか、子供を救うために抜けてきたみたいな。いたしかたあるまい。あえもなんだその情けねえなりは。侍が聞いて呆れるぜ。窃盗団かでない。くたばっちゃいな。なあ、おひいさま、何故そのようなところに。おひいさま、なりませぬ、お戻りください、おひいさま。ちゃ、うるせえな、何だってんだ。のあ、いいぞいいぞ、わしに構わず続けるがよい。これが今回の主人公、さくら姫、天水のさくら姫。それにしても面白いの。お主ら人か、人じゃろ。この頂きの世に踏み込んで早々に切り合いとは、全くもってやば極まりないぞ。ほれ、もっとやれ。お役目の日は退屈での、出番が来るまではただただ飲み続けるしかないんじゃ。しかし今日のところは抜け出した甲斐があったというものじゃろう。おひいさま、そのような者どもと関わっては。おいおい、案ずるな、すぐ戻るわい。おお、いい着物じゃねえか。おお、お主のごとき下郎にもこれがわかるか。高いぞ、この絹は高いぞ。このわし、さくら姫の格を示すにふさわしいであろう。へっ、酒くせ、ガキのくせしやがって。なんじゃと。わしは大人じゃ。あまりの無礼さにすっかり酔いが冷めてしもうたわい。宴に戻って飲み直すとするか。人の子よ、ここから先は神の領域じゃ。橋が消える前にさっさと引き返すんじゃな。さもなくばその命保証せんらしいぞ。あのワッパ、なんとした旅力。旅力、宴と言ったか。旅につき後をつければ何か食い物にありつけるやもしれぬな。何度か感じ、まあ、
昔使われた感じだから、旅力。見柱の都。50% ぐらいの力やけど、本気出したらみんな振り向くぐらいの、あれこんなとこに神社ありましたっけってみんな振り返るぐらいのうまさ、演奏のうまさ。これなんやろね、フルートじゃないし思い出さへんな。これ廊下よな、昔はパッと出てくるんやろけどね、出てきたんやろけど、まあ後ろについてる歯車みたいな時計か。毎年のお役目がいただけるんじゃから、まっこと高貴な地とは楽なもんよ。そうですか。私などは今年も陰気やな。神月様にお認めいただけるよう力を尽くしているつもりなのですが。残念、そら残念じゃの。血の尊さばかりは後から変えることはできぬでな。そうじゃ、我が友心はよ、わしの役を手伝わせてやるぞ。カムヒツキ様のお目に触れる機会が増えれば、お主の覚えも良くなろう。それではよろしくお願いいたします。心は様、おひい様、いい加減になされませ。その大切なお役目を果たすのはこれからですぞ。席に戻るなり、このようにまた深酒をなされては。またまた、たまじはうるさいの。何、うるさいの。酔っ払ってもちゃんとお役目を果たせろ。おい、わしにかかればチュチュッと。まずい。これ、どこに行かれるのですか。まだお話は。すまんじ、わしが間違っておった。改めて酔いを覚まし、役に備えるとする。少し席を外すぞ。おお、おひい様、ついにこの玉の心をお分かりいただけましたか。おい、お主ら。まずいまずいまずい。人の子なんぞ連れてきてはお役目どころかお咎めじゃ。なんとしてもひっ捕らえれば。ああ、そういうことか、入れてしまったらあかんから。これポップな、ポップな、逃がすか。そこに直れ。エルで移動、シュートリアル、手前奥、奥行きもあるよね。 B ジャンプ、攻撃とかもある。あ、 Y 攻撃か。なんてことをするんだ。とんでもなく高いんじゃぞ。 L と R、そういうことか。突き刺して移動です。あー、なるほどな。愚か者め、神であるこのわしを侮るでないわ。はい、これちょっと使いそうな。トントントン、どうでしょう、この類まれなる才能から生み出された。よし、俺もポシッと。あ、いいでしょう。類まれなるスピードから、 B ジャンプ、はい、戻す。斜めに打った方がいいな、これは多分スムース一番。なにこれ、押しつ、あー、こういうことな。さっき自然にやってたからね。これ奥行きないのか、別に。誰じゃろう、わからん。いい加減なからくりを作りよって。心は様、いいものを作りよるな。
ロボットってからくり兵器みたいな感じか。え、かなり。こんなん作れたら才能変わりそうやな。ニケデンのクラではないか。あやつら、わしがカムヒツキ様に捧げる米を食らうつもりか。それだけは絶対に許さんぞ。時すでに遅しみたいな。ああ。やりおったな。人の子の分際でこのわしに歯向かうとはどういうことか。その身に深々と刻み込んでくれるわ。あ、いや待て、ここには強い酒や油も。これはオオトガメフカヒ。え、どこで？何でしょう、今の大きな音は。何やら香ばしい匂いがいたしますな。サクナ姫よ。その方、あの偽善たる武士、タケリビが娘として今日まで重用してきたにもかかわらず、シンが楽しみにしておった捧げ物を宣伝ごとぶっ飛ばすとは。ああ、なんたる所業ぞ。すいませんでした。何とぞお許しを。それもこれも、こやつめらが。神と笑う者が人に席をなすりつけるでない。申し訳ございませんよ。さて、人の子らよ、名乗れ。桂右衛門の城高森、人呼んで田右衛門にござりまする。おいらは金太だ。ビビってるな。おめが帝ってやつか。でかい。ゆいだ、こいなとこやんだお。早く消してけらい。それ書いてるな。見るってと、あい、かいまるです。神と人は二つよ。すなわち、頂の世と麓の世に分かれてあらねばならぬ定め。はい。されど、その方らが渡ってきた雨の浮き橋は、すでに隠れてしもうての。次にあれがいつ現れるかは、主神であるこのカムヒツキにも、皆目見当がつかぬのだ。主神であるにもかかわらず、見当がつかない。橋が現れるまで、そこのサクナ姫と共にこたびの狼藉の始末をつけるがよい。でも優しい。それで済まし始末と申されますと。始末か頑張れ。サクナ姫よ、鬼島のことは存じておろうな。その方の父母が出会い、かの悪神大水地を討ち取りし離島じゃ。いまいましきあの地は古くより多くの鬼が救い、未だ我が支配を及んではおらぬ。ほう。その方らはこの鬼島を開きながら、何故鬼が生まれいずるのかを調べてまいるのじゃ。はい、わかりました。そのようなお言葉ですが、カムヒツキ様、鬼島はあまりに遠すぎまする。片道だけで何日もかかりましょう。ん、ここから通うつもりではあるまいな。無論鬼島に住み着いて命を果たすんだ。ここから通うつもりではあるもんな。それまではこの都を追放とする。でも優しいよ、優しい。追放でございますか。あら、これは正式なる直であるぞ。以上じゃ、下がれ。追放、こう。さあ、おひいさま、あちらに。まあ、鬼島とやらで、やらいいでね。開拓すりゃいいのか。いやじゃ、いやじゃ、いやだよ。都を離れたら死んでしまう。良いお年をしてダダをこねられますな。決まってしまったものは是非もありませぬ。一日も早く直を果たし、都に戻ってまいりましょう。さくなさん、心はってこの人、あ、敵なのかな。どうなんやろ。はめられてとかそういうこと違うか。そんな奴らと一緒なんて嫌じゃ。ここで心はと一緒がいい。私も
寂しいです。普通に普通に友達ってことでいいのかな。ジー殿いかがいたしましょう。ジー殿いかがいたしましょう。フルボイス頼む。ジーは後輩のかな。なんと情けない。あれが都一番の武神の血を継ぐ神のお姿か。しかしながら良い機会なのやもしれませぬな。おひい様はこれからの厳しい生活がおひい様に多くを学ばせてくれると願いましょう。どうなくこのようなところで過ごしているからこんな感じになる。さくなさんもよろしくお願いいたします。ジーもこの命に変えましても。この命に変えましても。さくなさん、なんか意味深やな。もう帰ってこれへんみたいな。けれど少しほっとしている。どうして闇に落ちていきそうな感じなんかな。いや耐えも心強いな。いやこういう現実でもそうなんやけど、こうでかくて優しいみたいな。ちょっと優しい。うん、いると一人いるとね、パーティーでチーム頼もしい。でかくて優しい、でもちょっと気が弱い。いや、そんなことは言いました。竜の抜け穴、船隠しの足、足じゃない、裏、失礼しました。ぺったんかやな。こういう船で全然ボビッと泳げるのかな。まあ、浮力が考えるとこれでいっちゃいいのかもしれない。ここまで船こいだんはおいらとおっさんだぞ。まんずいとくったくただよ。だんだんまず休むね。まあまあ、してさくな様、これからいかがいたしましょう。いかがいたしましょう。そうだな、じいに聞いてみるか。じい、おい、たまじ、寝ておるのか。はあ、着きましたな。ここが鬼島で間違いございません。じいはまっことじじいじゃの。聞いておったのならこれからどうすればよいか、はよ申せ。はよ申せ、うん、確かこの洞穴はずっと島の中腹まで続き、抜けた先に峠があるはず。その頂にはおひい様のお母上が住まわれていた家がございます。まずはそこを目指しましょう。オッケー。そうか、わかった。さあ行け、人の子らよ。あい、いや、お主はさすがに。カイマルは見る手と一緒。他の者はどうした。人枠がおるのか。何故誰も動かぬ。だってこの島は鬼だらけなんだべ。なあ、キンタ。ユイの言う通りだ。神様ってのは一晩守ってくれるから神様なんでねえかよ。くそ生意気なガキどもめ。おい、田植えもんとか申したか。その腰に履いた刀は飾り物か。はは、片付けない。この刀は由緒正しき技物なれど、肝心のそれがしには武芸の才が全く備わっておりませぬ。いつぞやなど七にあってすら刀がすっぽ抜けてしまい。おひいさま、もうよい。わし一人で行ってやるわ。おお、それではそれがしたちは後からついていきまする。それがいいでございまする。難易度、稲作難易度って何。じゃあまあ普通にやってみようか。チュートリアルね。なんか怪しい、これなんか。え、やったべー。これ、ここかな、ここらへん。ちょ、光ってるとこだけか。もう言ってくれんかったらわからへんけど、光ってたからさ、体は。たまたまよ。案外
エブ押しながらとか。そこ。エブ。エブってあれコン、あ、あ、エブコントローラー、イーブンスティックの話か。してるよね、ダメージ受けても。そういう感じなのか。一定時間で回復するけど。ほー。で、素材とか、いろいろ集めて、料理とか作って強化していく。潜るたびに、多分、維持はされへんのかな。何やってた？鬼ではない。カムヒツキの手のものか。いずれにせよ。ここで無様にムクロを晒すがいい。なんじゃとは？よくも高貴なるこのわしに向かって。おひい様、そやつは。じい、邪魔をするでない。引っ込んでおれ。足雲の技を見せてくれ。どこを見ておれ。どこを見ておる。どこを見ておれ。こういうことじゃ。どべこっちよ。当たらんぞ。いや、いえ、こういうことじゃ。いや、ここじゃ。食らわんのじゃ。なんじゃ、地震か。これはでかい。どこへ行く。まだ決着はついとらんぞ。すばしっこいやつじゃ。どうやら目指す先は同じようですな。どうやら目指す先は同じようですな。竜の抜け穴。ああ、こういう感じで進んでいくね。入手可能アイテム。全然入手できてなくない？いいのこれ。まあ、いいんやね。いいんやね。まあ、よくわからんけど。何回も行ったり来たりするのかな。え？ああ、今度は奥行きが。お前は、何故ここが？え？一体何を申しておるんじゃ？この峠には、惑いの術がかけられておりましてな。ここに峠があると知っておる者にしかたどり着くことはかなわぬのです。そしてそれを知っておったのがこのわしというわけじゃ。久しいの、足雲よ。これは驚いた。たけりびの剣霊か。先ほどは行き違いで刃を交えさせてしもうたが、そなたと争うつもりはない。獲物を収めてくれんか。このお方は我が主タケレビ様がご息女サクナ姫様じゃ。ゆえあって当分この島で暮らさねばならんことになった。家はまだあるか。ああ、今も我が手入れしている。我が手入れしている。知り合いじゃったのか。もっと早いわか。聞く耳を持たれなかったではありませぬか。詳しい話は上でするとしよう。ということは先に迎えに行ってやらねば、他の奴らがここにはたどり着けぬか。そこに気づかれるとは、嬉しゅうございますぞ。バカじゃなかったよ、嬉しゅうございますぞ。前々から思っておったんじゃが、じいはわしをバカにしとるよな。いえいえ、そんなことはありません。少しばかり傷んではいるものの、思いのほか朽ちてはおりませんな。強い気だ。この家はまだまだ生きるぞ。そうですか、なんかそう言ってもらう。足雲と言ったかな。体でかい人に言ってもらうと。鬼どもがはびこっておる中で、
何故わしの母上の家を。体でかい人が言うことはなんかこう説得力があるというか。なんやろ、よく分からへん。お前の父母にはそれだけの借りがあるということだ。ご両親がこの島で戦った悪神大水地とはこやつら足雲族にとっても脅威にございました。御父たけりび様は足雲らに力と知恵を与え、共に戦い勝ちを収めたのです。へえ、そうだったか。なんだか誇らしいの。おいきなしひれえな。苦労をかけたようじゃな。この家使わせてくれるな。他ならぬたけりびたちの娘とあらば断る筋はない、うん、これも何かの縁。互いに助け合ってまいろう。そうね、互い助け合って。またあれかな、鬼が出てくる。さて、出てきたボス大水氏、家も貸してやることじゃし、うん、もう十分じゃろ。これからはみんな好きにやってくれ。わしはカムヒツキ様より賜った大役を果たすため、しばらくは英気を養うとする。好きにって言われてもな。おひい様、のんびり構えてなどはおられませぬぞ。ここには蔵はあれど備蓄はございません。都にいた頃のように寝て暮らそうものなら、夏を待たずに飢えてしまうことでしょう。野山で採集をするにも、鬼どもが闊歩するこの島で人に任せるは荷が重すぎます。やはりここは神であるおひい様が動かねば、うん、わしに狩りにでも出ようと申すのか。日々の足場をしっかりと固めてこそ大役もなされるというもの。それにここはおひい様にとってもゆかりの地。何かを始めるにこれほどふさわしいところもありますま。せめて明日からじゃ。明日やろうは明後日やろう。本当で何かこさえられますか。良い考えじゃが、どこかで種は調達せねばな。稲のもみならここにありますぞ。なんと、これは都合の良い話があったものじゃ。何故そんなもの持ち歩いとるんじゃ。むしろ侍であろう。それがしは武門の生まれなれど、頭の内は常に剣よりも裏仕事。家を捨て山賊に身を落としてからもこれだけは手放せなかったのでござりまする。はじめは阿波か比叡の方がいいんでねえかよ。いや、存外稲は悪くないかもしれぬぞ。おじい様は先人たけりび様と北条氏豊花様双方の資質を受け継いでおられる。北条の神先人の五穀贅沢やな。とりわけ米はそのお力に大きく関わるのだ。贅沢仕様で行かせてもらってます。お米作る魚強くなるって。さよう、はあはあ、鬼どもも退けやすくなろう、はい、稲を育てることで腹を満たし鬼も減らせる。一挙両得の策じゃ。では決まりですな。さくな様は狩りを、それがしたちはここで稲を育てましょう、うん、なんか仲間っていうか人一人ずつ減っていくみたいな。いや、大丈夫かな。おいらたちも好き気味か。働かざる者なんとやらだっちゃ。よいちゃん、かわいい。頑張ります。見てはこれ何枠なんやろ。待て、わしまだ何も言っとらんぞ。田植えもんとやらよ。そなたの腕期待しておるぞ。しっかりと田を取り仕切ってくれ。お任せくだされ。心優しい、山賊になってしまったけど心優しいやんやな。そういう方や。しかし勝手の分からぬ島でどこに向けばよいのやら。お、ちょうどいい、一つ聞いてみるか。おい、足雲よ、この辺りでどこぞ狩りに向いた地はあるか。うん、近くに小さな洞窟がある。住み着いている鬼も弱い、食えるものも少しは見つかる。まずはね、そこら辺に、うん、なやに一通りのおまりをし、さくな様のお母親には感謝すねばなりません。水を抜く？ちょっと待ってくれ。おえ、ちょっと待った、ちょっとすみません、これやり方分からへんねんけど大丈夫か。やり方調べなあかんの、もしかして。
そういうこと。ガチか。あらさくなご機嫌ですか。雲を捕まえ他に話した。どういうことですか。そういった何かご用でございますか。雲液中を捕まえて、ね、話したっつ。あちょっと待って。見つけた、なんか見つけた。ここら辺ももしかしたらなんかいるかも。いや、びっくりマークついてないからおらんってことか。はい、いや落ちたら死ぬみたいな。ここでいい稽古場。日々の訓練。そうか。ふん。やれ。ケリビの兵士。やった方がいいのかな。やったら強くなるみたいな。なんかいろいろあるんやね。技を。ああなるほどね。あちょっとクエストですか。仕事。刀なし。マップがさ。マップがなくてよ。ああ、降りたら出られるんですよ。高速移動？何？ Y ボタンで高速移動って書いてあったんやけど。もらった！特に。あっ！なんか自然治癒の書が多い。不死な地形アイテムが感じます。これ確かになんか腐ったら掃除してみたい。飛べおっす。悪かないよ。なーい。外国の子おらんな。
面倒を私が見るって。おかえりなさい、神様。ただいま。何かあったのか。わしは疲れてるんじゃが、お侍のおじさんとこ行ってけらい。納屋の前さいるから。嫌な予感がする。嫌な予感がするで。わしの勘は当たるんや。嫌な予感がするで。おいらたちば上たつきか、このあんこたれ。金太、怒るすぎる、よくないです。みんなみんな失敗ある。すまぬ。ああ、ふんけだつ。騒がしいの。一体何があったんじゃ。こいつ種もみば水さ流してしまったぞ。なんじゃと。それじゃもう米はできるのか。手元に残ったのはわずか一つまみ、他はすべて。聞けば野良仕事は見よう見まねでろくろくできた試しがねんだと。まったくとんでもねえ足がらみでねが。足がらみ役立たずとかだな。でかいの。お主任せろと申しておらんかったか。一体どう始末をつけるつもりじゃ。そうなんでも恐れながら、実はそれがしには武芸だけではなく何の才もありませぬ。こんな言わせたらかんよ。野良仕事の下手の横好き、いつも百姓たちの邪魔になってばかりにござりました。この島で稲作を知る者はそれがしのみとお見受けし、こたびこそはと奮起してみたのではござりまするが。こんな言わせたらかんよな。面目次第はありませぬ。かくなる上は腹を切って。そういうことを申しておるのではない。やめせやめせ、死ぬならおいらたちの目が届かんとこでやれ。お主の死など誰も望んでおらんわ。皆の食い物をどうするのかと聞いておるんじゃ。食い出が減るのは悪くねえかもなや。こいつ食い出食う量だけは5人前だ。まったくさもしいもんだべ。ストップ。傷つけるんですか。田植えも優しい、心配あるだけです。見るて柳飛びと違うますが、わかる。絶対おかしい今。そうですね。もうわかったわかった。捕らえの者にこう頭から叱られては立つ瀬がないわい。見るてと言ったかの。お主に免じてここは矛を収めるとしよう。今宵は皆わしが取ってきた肉でも食うて早う寝てしまえ。お主もそれでよいな。うん。おお、今度は何じゃ。見るて料理得意です。今日は私の国の料理作ります。さあ、おいしい。おお、お主の国の料理か。どこだか知らんが、そいつは楽しみじゃの。ならばどこだか知らん。この肉を任せるとしよう。しっかりやってくれ。オーケー、ミルテ頑張ります。ミルテも下手みたいな、料理もできひんかい、どうありがとうございましたみたいな感じで。多分そういうのじゃないと思うね。普通に美味しい料理が出てくるんじゃないか。いただきます。焦げた塊。そっちか、あかんかったか。あら、くつよ。くうたくうた、ちょうだんでござるか。ごちそうでした。ごちそうさまでした。え、いいの？こんだて焦げた塊やけど。あ、俺罰をすんやね。はあ。え、いや、俺のツッコミというか、俺のその様子が正しかったやね。そういうことや。さくな様、残った種もみから無事芽が出てござりまする。次はいよいよ田植えですが。田植えなら任せられるのか。いつぞやは張り切りすぎて苗をつぶし、後ろ足であぜを崩してしまい。化け物めちゃくちゃではないか。そこまで行くと下手とかそういう類の話ではないぞ。薬剤みたいな、歩く薬剤みたいな。おい、たまじ、何を見ておる。まさかこれ以上わしに働けと申すのではあるまいな。考えてもみよ、奉納する稲を北条氏自ら作ってはおかしいではないか。おかしくはありませんぞ。何一つおかしなことなどございません。
我が国の北条神とは元来そうしたもの。お母上の豊花様はもちろん、主神カムヒツキ様ですら毎年の田植えはしておいでなのですよ。カムヒツキ様あんだけでかいね。なんということじゃ。一番偉いカムヒツキ様までもが働いておられるようでは困る。ですがこうなっては人の子らには任せられぬでしょう。他には女子供たちばかりなのですから。なーに、きっとうまくいきますとも。おひい様は他ならぬ豊花様の血を引いておられるのです。女子供何もせえへんってこと。知識だけは自信がござりまする。それがしがお教えいたしましょう。昨日の今日で偉そうにするでないわ。知識があるなら田んぼに入って田植えをする。はい、どこにもいるんや。まあ、なんか適当にやってみるか。すみません。ワイ直し。ここ後ろに向けて、ここういうことやな。はいはいはい。任して任して。はい。農技って何ですか？技があるんや。はい、話す。はい、倒れしとるね。はい、任せた量が多いほど稲の品質が下がります。すべての苗は植えました。で、問いには2つには評価度が雲を梅。で、次どうしたらいい？はい。助けて。助けて。どうしたらいいんでしょうか。タニシ。いいね。あるかな。梅かなんかありそう。多分水を入れるのやっぱ重い。汲み取るどうする。すみさん助けて。汲み取ったこれ俺は何を汲み取ったんやろ。ところで声すくどうやって作るのこれ。すみません、子供って女子供働けっていう思うところがあるんで、ちょっと働かせるかなんとか、なんとか消したんだよな、料理。そうじゃな、食材がオンとなっては仕方ないわ。買ったものからよろしく頼むぞ。やあ、よし。やあ、どんぐりを手に入れた。やあ、何かご用でございますかな。どんぐりって何個か持ってた気がする。なんかいるぞ。雲？よしよし。いや、地道な作業やな。これでいい米ができるとなると。ねえ、次俺は、あ、ちょっと裏手にこんなものはどこで止めればいいのかな。こうびちゃびちゃにしていいのかっていうと。入れすぎたら多分温泉みたいになる。もうちょっとかな。これあれかな、 YouTube とかで田植えの動画見なあかんのかな。田植えのやり方を、まあ、こんぐらいでいいやろ。まずは直感でやってみる。周辺を捜索して総合の評価度を高める中あるんやが、どんぐりとかさ何個か俺持ってたと思うよね。仕事、田んぼに入って田植えをする。田植えしたけど、あ、田植えできた。植えた密度やや粗食、これでいいな。いいえ、はあ、はい、
酸水取り。いいね。俺は草とないの違いが分からへんっていうか大問題や。あれか、俺がせっかく縦に植えたのにバラバラになってんな。あ、いいのか別に。いいか。そうなんだ。あ、天下の宝刀。わざもの、これあれか、タイモのやつか。随分熱心に見とるだろうか。わっぱておめえも笑わすでねえか。ねえか、うん。家事職人か。おい神様みんな家事場さえやったら俺の部分作ってやる。いいよね、そういう心意気、うん、こういうのやかん、やかん時間とか、あ、これ設定できるんですか。右上なんか雲動いてるから、あー時間が変わるんや。勝手にっつうのかな。時間いくらいなんで今日はこの辺にしておきます。ありがとうございました。お疲れ様でした。